ドピーチャンネル。では始まりました、練習試合の様子をお届けしようと思います。今日の相手はボストンさんです。めちゃくちゃですね、打線が強いチームです。先発ピッチャーはアーチさんです。で、私はなんと2番サードで出場しております。ピンチです。先頭バッター、足の速いバッターを歩かせると、2番バッター、なんとリンダ選手、関西育成球界で有名です。盗塁を仕掛け、ノーアウト2塁になります。そしてこの当たり、めちゃくちゃフライが高く上がります。そしてナイター正面も相まってライト取れません。そして二塁ランナー一気にホームインをして先制を許してしまいます。2、3、4、5、えげつない。そして3番バッター、これはなんとかファーストアウトにします。しかしランナー進塁を許してしまいます。そして4番バッター。これが、しかし俊足のリンダ選手をアウトにできず、ファーストに送球してなんとか2アウト目を取ります。2点を打ちてしまいます。僕の守備ではこれが精一杯です。そして5番バッターです。で、センター前ヒット許して、ピンチは続きます。これが、ナオピの元に、まぐれが起きました。なんとかアウトにします。そして、バルボアの攻撃、1番、アチ。このピッチャーですね、アポロンズのエースですね。なので、これはですね、アポロンズ同士の対決になります。これがデッドボールになって先頭バッター出塁します。そして2番ナオピ、そう、世界一嫌いなノーアウト1塁の攻撃。しかしこれがフォアボールになってノーアウトランナー1、2塁になります。そしてバッター3番バッター、ここでショートが素晴らしいプレーを見せます。この弾いた打球を取ってアウトにします。1位はセーフになりますが、素晴らしい対応力です。そう、ボストンズはですね、僕がナイターリーグで行く中で一番強いチームだと思っております。そしてバッターはてんやわんやの4番バッター、これが当てただけのやつ、ランナー突っ込むがアウトにされます。先制点が奪えません。しかし次のバッター、これがレフト前に抜けて二塁ランナー一気にホームイン、1点を返します。バルバー打線、でアチも次の回は1点を取られるも、後続は抑える予定でしたが、ナオピーが送球ミスをしてしまいます。ちょっと弱く放りすぎましたね。ピンチが続きます。最後は ピッチャーゴロでチェンジになります。2回の裏、
あ、これ3回ですね、これね。間違えられますね。また間違えてますね。まあいいでしょう。ピッチャーは変わって、このピッチャーもですね、とてもいいピッチャーでした。八さんがぶち抜きます。これで1点が入ります。スコアの方ですね、3対2になりました。バントを仕掛けてきたんですが、声で威嚇します。このフライが不運なことにセンターとセカンドの間に落ちてしまいます。そしてバッターはリンダ。これがなんとかサードファールフライに打ち取ります。まだまだピンチは続きます。これがえげつない値でしたが、ショートナイスプレーでこの回をしのぎます。変わったピッチャーの前にランナーを出すことができません。そしてアチさん、好打者を三振に打ち取ります。そして次のバッター、おー、ナイスカーブです。そしてこれも三振に打ち取ります。ナイスピッチング。そしてピッチャーまたしても変わります。投手の層も厚いボストンズ。これがゲッツーになってしまいます。6回の裏、7回の表です。リンダ選手がライト線のヒットを放ちます。そして3番バッターに左中間をぶち抜かれます。徐々に疲れが出てきましたね。その強力打線相手に抜け目のない打線ですからね、神経を使います。そしてこれもレフト前に抜けます。そしてこのバッターにも打たれてしまいます。しかしサード、これもさ1点が入ってしまいます。そしてなんとか最後サードで打ち取ってチェンジになります。最終回バッターはナオピーから、相手ピッチャーは渡しても左、僕に左を当ててきました。やっと打ちます。左ピッチャーから打ったヒットは多分20打席ぐらいのヒットになります。嬉しかったです。しかし最後のバッターが三振に倒れてゲームセットです。ボストンズに敗れてしまいました。練習試合なんでいろいろ試してよかったと思います。今日の動画は以上になります。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。